みんなからグルメに行くぞぞい。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。イエーイ。はい、ケイさんのツイッターの方で、募集させていただいた質問に僕が答えさせていただくというコーナーでございます。それでは行きましょう。お願いします。お願いします。はい、ぜひ皆さんチャンネル登録してってください。はい、ワンピースの考察とかワンピースを楽しめる動画を上げてます。よろしくお願いします。グッドボタンも押してもらいたい。よろしくお願いします。よろしく。はい、それでは行きましょうか。はい、こう。あ、はい、一個そうだ。その、コメントとかで、どこに質問するんですかってのがあったから、はい、僕のね、ツイッターに、はい、質問を募集しているので、そこにお願いします。お願いします。まあ、2週間に1回ぐらい一気にボス募集して、そこから、選んで撮ってるって感じですね。はい。はい、なのでまた近々募集すると思うので、はい、よろしくお願いします。はい、で一応ね、初めての方のために自己紹介なんですけど、一応私、ビブルカードの公認 YouTuber やらせてもらったりだとか、はい、去年のナレッジキングね、本戦出場させてもらったりしてます。ただちょっとね、はい、今もう時期がね、ナレッジから時間空いたりしてるんで、抜けてる部分もね、あったりもするんで、ぜひ皆さん補足していただけると、はい、コメントでね、よろしくお願いします。よろしくでーす。はい、行きます。じゃあ1個目いきたいと思います。ロボマックスさん、ロボマックス、ありがとうございます。はい、ナミは武装色の覇気を取得してると思いますか、わらわらです。わらわらですまでいただきました。ありがとうございます。いただきました。なるほどね。はい、ありがとうございます。言いたいことが分かりました。はい、いや、ナミの原骨とかがルフィがダンコブになるからって話ですよね、きっとね。そうですね。はい、あの場合は愛ですね。はい、というのも、これはもう小田先生が、まあ、ガープの件とかだけど、はいはい、SBS とかでお話ししてて、ガープも同じ感じでさ、原稿としてルフィが単行部になって、あ、痛え痛えってやったりするじゃないですか。うんうん、で、あれは覇気なんですかみたいな質問が、うん、あったものに対して、小田先生が、あれの場合は愛ですみたいなのね、SBS で答えられてた気がする。だから、ね、まあ、ナミも一緒ですね。あれ、ナミのやつってあったっけ、ナミの SBS のとこあったか忘れちゃって、でもそういうことだと思います。うん、いや、ね、あれは漫画的な表現というか、愛が効いてるっていう。まあ、仲間としての思いが効いてるってことで、うん、いいと思います。はい。はい、ありがとうございます。まああれ最初、ナミ覇気つかんじゃうと思うよ ね、 あ、そうね、結構いただくんでね、うん、一回ここら辺で、ね、でお答えしておこうということでね。はい、そういうことでございます。ありがとうございます。じゃあ続いての質問です。はい、ワンピースが好きなマゾさん、ありがとうございます。キャプテン K の好物は何ですか、タカンコフさんのも知りたいです、という質問でございます。出た出た、このコーナー、はい、ここの、はい、好物聞いた話だと、はい、一応寿司と焼肉とラーメンらしいです。はい、あれですか、タカンコフのじゃあ好物、はいはい、寿司と焼肉とラーメンです。はい、そこ共通点。あ、だからそこ共通点があるから、もしかしたら、もしかするんだよ、だからね。っていうことですよ、皆さん。何の話だよ。はい、何の話、キャプテン系って何、俺がタカンコフでいいですか、ね、あるよね、そういう好物によっての共通項によってみたいなのがあるよね。だからシャンクスの好物がロブスターで、ドフラミンゴ、元天竜人のドフラミンゴも好物がロブスターなんですよね。そう、これと一緒かもしれません。はい、なんだよこれ、自分で「はい」って言ったよ、最後の「はい」っつったんですよ。はい、はい、実は、はい、ここでストーリーが進んでいくんでね、はい、はい、ホッペと一切関係ありませんので、はい、はい、はい、じゃあ次の質問いきたいと思います。はい、ありがとうございます。ジュッキーさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、超人系の、まあ、パラメシアですかね、はい、のパラメシア能力者は、うん、覚醒すれば自分以外にも影響しますが、ボニーは覚醒していると思いますか、はい、ああ、なるほど、という質問でございます。はいはいはい、ありがとうございます。なるほど、はい、はいはいはい、なんかこれ結構前に俺なんか撮んなかったっけな、うん、こういう感じの話なんかあったかね。まあ、そうだね、新しくね見てくださってる方も多分いると思うんで、うん、改めてなんですけど、そう、うん、パラメシアの覚醒の定義っていうのが、うん、他人に影響を及ぼす、自分以外の、環境にも影響を及ぼすっていうのがドフラミンゴが言ってたから、うん、要はじゃあ自分以外に影響を及ぼしてる系全部覚醒やんけって確かになるんですよ、うん、僕もそういう、はいはい、あれ確かにこれって覚醒じゃんと思ったんですけど、うんうん、でもよくよく整理すると、パラミシアの能力者って、うん、覚醒してるかはまあ分かんないよ、現状本当にその人たちが覚醒してるかもしんないけど、うん、でも多分覚醒してないと思うんですよね、うんうんうん、でそう考えた時に、自分にも
そもそも影響を及ぼす系の能力者って結構いるんですよ。うんうんうん、よく僕言ってるのが、ドンキホーテ海賊団、ドンキホーテファミリーのジョーラね、後々の実、うん、あれめちゃくちゃ影響を及ぼすじゃん。うん、ね、じゃああれ覚醒じゃんってなるんだけど、で、いや、でもあれ覚醒してないよね、あれ。とか、だかそれこそ、だボニーとかも触ったらとか、例えば、はいはいはい、なんだろうな、他にいるから誰か。まあ、シュガーとかそうでしょ。あ、そう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 、ホビホビとかね。ね。あの、いや、ね、うん、ポンって言ったらおもちゃになって他人に影響を及ぼす。あ、じゃあ覚醒やったーってなるけど、ね、でも多分そういうことではないと思うんですよね。モイヤとかもそうじゃない？あ、確かにね、影。他人の影。ね、他人に影響を及ぼしてるもんね、あれね、それこそ。ね。でもそういうことじゃないんですよね、きっとね。まあ、モリアとかになってくると、ちょっともう本当分かんないけど、複雑だからね。まあ、あいつは覚醒してても確かにちょっとおかしくない。強さではあるね。まあ、一応ね。一応ね。一応ね。ってなってくるんで、なかなかね、難しい問題ではあるんですけど、その、多分、触ったらなるとか、自分の一部、例えばジョーラとかだったら、後々のこの雲を出して、その雲をホイってやって、それが当たった人がボワンアートになるみたいな。でも、僕はそれって、触ってるは、俺、覚醒系になんないんじゃないかなと思ってるんですよね。なるほど。で例えば、カタクリとかドフラミンゴとかも、ブワーってやったらもう、全部がさ、環境がそうなるじゃないですか。あ、そっかそっか。だからそうなるとまたちょっと違うね。だからなんか、どっちかといったら、ロギアっぽくなるというか、イメージね、イメージ。ちょっとロギアの覚醒が、話が入ってきちゃうんで、そこはまた置いといて。例えば、青木とかアイスエイジバーンってやったら、バーンなるやん。なる。あのね、赤いんだってさ、マグマバーンってやったら、バーンなるじゃん。まあそういう感じになるのがだから今のところ覚醒なんじゃないかなって感じがするよね。まあ定義がね、そのドフラミンゴがあの悪魔の実の上には、上のステージがあるんだって言って、でその時にその自分以外にも影響を及ぼすっていうのがあんま定義で今一個出てるんで、そこだけを当てはめちゃうと確かにね、そういう感じに映るんだけど、触ったり自分の一部が触ったとかだは基本的には違うんじゃないのかなと、今のところ僕は思ってます。でこれに関してはなんかね、多分本編でも出るんじゃないかなとは思ってる。定義分かんないもんね。そうそうそう、断片的に覚醒情報っていうのはちょこちょこって出てる感じなんで、まだねそこまで具体的に説明もね本編の中ではないんで、だからそれこそね、ロギアとかどうなんだっていう問題もあるから、確かにね、それに関してはねまた追って、な悪魔の実のメカニズムの話なのか、まあベガーパンク、今ベガーパンクではないな、まあ、ちょっと上のステージの強いやつの戦う時と、まあ、カイドの時にルフィがなったら説明があるのかちょっと分かんないけどね、いつ説明があるかは分からないけど、まあ追って本編で出るか SBS で出るかするんじゃないのかなとは思ってるんで、今のところは僕はそういう解釈で言います。はい、だってボニーが覚醒できたらさ、例えばよ、触んないでさ、フーってやったらさ、全員じいちゃんになったらやばくない？多分そういうイメージだと思う。そういうイメージ。めっちゃ強くね。でもそれ、そうそうそう、めっちゃ強い。最強だよ。だって全員ね、子供にもできて、子供にしちゃったら、いや、そうそう、戦闘不能だからね。めっちゃ強くないそれ。そうそうそう、だからそういうことだと思うんだよね。うん、要はある一定の範囲まで自分の能力を適応できちゃうみたいなことだと思うんだよね。ちょっと多分本編でないんじゃないかなと僕は思ってるんで、まあ待ちましょう。待とう。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ最後の質問いきたいと思います。はいはい、ありがとうございます。ドリンクバーさん。ドリンクバーさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。、はい、ビッグマムがカイドウにでかい借りがあるって言ってたと思うのですが、はい、何だと思いますか？くわー、なるほど、という質問でございます。はいはいはい、なるほどね。これ来てましたね、ビッグのやつが。ビッグマムだけに、ビッグマムだけにビッグなやつ来たね。ビッグなやつが来ました。いや、これなんか一本でね、またちょっと揃えるぐらいだよね、多分。ちょっとまだ僕の中でまとまってないです、今の時点で。ちょっと正直まとまってない。なんで、まあ、まとまってね、ちょっと時間空いたらまたあげるかもしれないんですけど、はいはいはい、そうだね、これに関しては本当謎だよね。やっぱ出た時に、それこそ何巻だっけ、90巻ぐらいだっけ、90巻の907話、空の玉座ですね、それこそ。で、ビッグマムがカイドウと電話してて、電話して、で、ビッグマムのセリフで、おめえに用があるんじゃねえよ、麦わらの首は俺が取らねえと、顔つぶれっぱなしだってんだよ、返してもらわなきゃならねえものもある、お前俺にでかい借りがあるよね、カイドウ。っていうとこですよね。で、カイドウが、昔の話だ。って言うと、ビッグマムが、いや、一生の恩さ。って言うんですよね。で、ここからまず分かってることとしたら、まあ、ビッグマムがまず借りがあるって、で、その借りは昔の話ですと。で、一生の恩。この二つですよね、大事なのって。で、昔って言ってるから、おそらくロックスの時っぽいですよね。
まあ、今いわば昔この2人がつながってるって言ってるの今現時点で分かってるのがロックスだから、はい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 、それ以上前にもねちょっとつながってるかは分かんないけど、うん、現時点で今判明してるのが、まあ、ロックスの時だから、まあ、その時に何かあったのか、うん、はたまたそれより前なのか分かんないけどねっていうだからまあ少なくともそのくらいじゃないかなとは思うんだよな。だから40年前ぐらい40年近く前38年とか、ぐらい前か、うんうん、で一生の恩カイドウがビッグマムに対して一生の恩を作ることがある、うん、確かに何、うん、だって別におのおのさ別に独立してるじゃん今現状、うんうん、だあんだけ強いし一生の恩、うんまあ、少なくともビッグマムはそう思ってるんだよね。カイドウはそう思ってないかもしれないけど、はいはい、ビッグマムからしたら一生の恩って思ってるぐらいのことってことですよね。なんかお酒とかあげたのかな一生の恩、うん、すげえ。じゃあビッグマムめっちゃなんだろうちょっと価値観が違いすぎるなお酒あげるだなんか50億ベリーぐらいのお酒あげるぐらいそのくらいだったら分かるけどでも一生だからやっぱ命に関わることなんじゃないのそれはあるよね。だから ねそういうことなんじゃないかなって気はするよね。うんうん、でまあだからそこから今僕の中で何、うん、聞いたことある噂とかも含めて言うと、うん、よく言われたりするのが、うん、多分あれだよね、うん、カイドウに対してビッグマムのソウル系ソロソル系で、まあ、寿命を上げたとか、うん、そういう系はよく言われてるよね。あとなんかもともとだからカイドウが竜でそれに対してビッグマムが、うん、まあ要は、ソウル上げてカイドウは今の感じで海賊として人間として生きてますみたい なよく言われてたりもするけど、でもそしたらもうカイドウビッグマムのしもべやんって俺思う。いや そうだよねそうそうそう、じゃあもうホーミーズやんっていう。で確かにそうそうビッグマムのソウルの能力はソルソルで、動物もね、うん、擬人化できるんですよ。で動物に入れたら、うん、要はそれが人として生活ができるみたいな感じなんだけど、でもそしたらビッグマムのもう部下だから最強のしもべ。そうそうそう、言うこと聞くよね。そう基本的にはね、うんうん、でそれが何わかんない、そのソルソルの特殊なやつがもう一個あったとしたらそれはできるかもしんないけど、うん、でもだとしたら寿命じゃあいくつあげたのっていう、うんんでも寿命を上げ、うん、なんかだからまたちょっとなんかちょっとそれは違うのかなって個人的には思うからね。でもそれ寿命を上げるメリットないよね。自分のしもべにならないんだったらさ。そうそうそう、ビッグマムからしたらね。そうそう、うん、なんでそういうことになったんだろうって気がするからね、うん、まあまあ分かんない、うん、完全否定はできないけど、うん、可能性としてもあるけどね、あるけど、うん、でもどうなんだろうとは思うかな。なるほどね。うんうん、まあそれがその今例えばじゃあカイドウが元が竜、実は元々竜です、うん、じゃあ何人になれます、人型に。それがソウルではそれはなんないじゃん、元々絶対竜じゃん、うん、で鬼鬼食べた説もあるじゃないですか、よくなんか、うん、あ何人人の身元で鬼、なんか2個に人竜の中に2個人まああんのか、まあ酒を飲んで確かに人格変わるから、うん、なんかまあよく言われてるのもそういう感じなんて言われてるのか、どっちなんだろうね。うん、でもまだ分かんないじゃん、それ分かんないじゃん、カイドウはどっちなのか分かんないね、チョッパーみたいなタイプかもしれないし、そうそうそう、全然それかもしれない、ね、ルッチみたいなパターンかもしれないしってことだよね、はいはいはい、いや人が竜食べたのと、竜が人を食べた、どっちか分からない、わかんないもんね、どっちなんだろうね。ちょっとそこはまだわかんないから何とも言えないけど、うん、まあまあだからよく、まあ、言われてるのはそのビッグバムがソウルを上げて命を救っただけだよね、うん、でもそうなってくるとなんで自殺したいのとかなるよね。確かに、うん、だからちょっとここに関してはその、うん、まだねちょっと不明な点も多いんで今のところわかってないけど、うん、俺は違うんじゃないかなって個人的には今のところ思ってる、まだわかんないけど、はい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 、はい、うん、じゃあだとしたら何かって言われたら、うん、何があるんだろうね。あ、まあ、だからそれこそその何悪魔の実あげたとか、はい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 、はい、うんうん、例えばだけどね、うん、ロックス時代なのかイズ時代なのか分かんないけど、何今のカイドウの悪魔の実をあげたとか、うん、確かそれ一生飲んだよね、一生の能力になるし、それから今カイドウはめちゃくちゃ強いじゃん、その肉体的にも、うんうん、でその言ったら鋼の肉体というか、うんうんうん、をあげる何かをあげたのか、うん、スマイルあげたとか、まあ、スマイルは違うかな、スマイルはドフラミンゴとシーザーが作ってたやつだから、うんうん、またそこは違うんじゃないかな、うんうんうん、まあそんな感じじゃないかな。ちょっと今のところ僕の中でもまだなんだろう、まとまってないんで、まあ、まとまったら撮ろうかな、うんうん、今のところはそんな感じじゃないかな、はい、はーい、はい、ありがとうございます。気になるよねこれね、何なんだよねこれね、うん、謎でございます、うん、はい、ワンピースで楽しいね。
はい、今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。ワンピースの、ね、考察とかワンピースファンタの締めとか出てますので、ぜひぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくね。はい、よろしくまたね。一生の気になる。だからお願いお願いします。